私は最近偉いから洗濯の頻度が高い。昨日ママの配信終わったら寝上がったなって思ってたけど、あのちょっとあの寝てるか心配なのでちゃんと寝てください、寝れる日は。みずきさんこんばんは。ねえ聞いて、明日5時起きで配信をして寝ようって22時ぐらい思ってたのに、もうこんなにもう12時過ぎとるよ。でもうちの配信が始まっちゃったから2時まで寝れないね。そらちゃん違ったわ、途中で寝落ちするんだ。はしくんやっほー、バスの中今おやすみ。あでもさ名古屋やとまだ出発してない。おいちゃん偉いな、うん、ありがとう。全然まだまだだからもっと頑張らないといけないとこ本当にあるんだよ。実はね、実は寝かせろ。逆にオールとかどう、そらちゃん。バスで酔ってるね、バスで酔っ、ダメだよ。バスで酔ってるんだったらコメントしたらダメだけど、話したい気持ちもある。うちはでもはダメだよね。すごいアイラインハゲてた、気づかんかった、目が節穴だった。あ運転しなかったら酔うってこと、星くん。ちなみにえ、なんかそんな話したっけ。あれなんかさ、え違うかも。いや配信待機しようとしたら体が勝手に布団に入ってたよ。配信そっちのけにされたかんな。計画的犯行で寝落ちしてやる、おやすみってちゃんと言うタイプの寝落ち。あかわいすぎ、ありがとう。本当に酔ってるから寝るね。お大事にというかちゃんと寝てね。それはもうあんね、車酔いは本当にわかるし、うちも車の中でマジで携帯見れないタイプの人だから、もうね何でもダメ、動画とかでもダメ、本当に何も見れんけ。うちね車とかになるともう何もせずにこうするしかない。本当に5秒で酔う車、あん車は酔いやすいけど、なんか正直携帯見れずになんかこうしちゃったらあんまり酔わないの。でも携帯見た瞬間酔う。世界で一番お姫様、そういう扱い心得てよね。ちょっとあんまりうろ覚えやけん全然違うけど、バスはたまへー運転してたら言わんと。挨拶程度にママの配信行ったら唐揚げ配信、うちはすっぽかされて、こっちすっぽかされて普通に泣いたからな。寝落ちじゃなくて配信つけたまま寝てる。えでもねちょっとわかるかも、うちもそれ割とやる。しかもバスでやってんけどな、おいちゃんやってるさ、すみぼやだな、ありがとう。どうしたいっぱいお酒でも飲んだっつって。いや今日はね金曜日の夜だったんで、もう街が騒がしいこと騒がしいこと、いいんかな。おいちゃんはねもう帰り道すごい怖い。なんでだよ、なんでこんなに道が汚いんだって思いながらね歩いてた。マンチチヤホー、僕もおいちゃんやってた。なるほど。そういうこと。マイクラ配信テレビで流しつつカラオケ配信見つつ、おおすごい全部見とる、それは偉い。でもさっき2人ともリモさんの配信にいたの見たもんね。ごめんって今日は2時までいるからちゃんといるんだよ。え明日大丈夫なん、仕事。運転すると眠く、それ大事、酔ってない、眠くなるの。酔ってるわけじゃない、なんか酔ってるとさ一瞬眠いのかなって思う時ない。てかうち大体寝るもん。でも福岡までの夜行バスだけは本当にね、あれはねちょっと無理無理というか、だって寝ても寝てもつかないんだもんあれ本当に。でもね一回博多号には乗りたいから、博多号ならえもうできる限り福岡まで夜行バスはしたくないというか、基本的にする必要がないのだから。本数も本当に少ないんだけど、福岡東京福岡の夜行バスってめちゃめちゃ少ないんだけど、まあそりゃそうだよねって感じだけど、基本的には飛行機とあんま大差ないの値段が、まあ、飛行機は時期によって変動するから時期によるんだけど普通はね。でもだから私はなんか飛行機をギリギリまで取れなかったのよ、オープンキャンパスとかで
そしたら飛行機がね跳ね上がったから仕方なく夜行バスで帰ったら死んだ記憶があるけど、博多号だけはあれはロマンだから乗りたい。人の運転してる車ってめっちゃ言うよね自分で。でもそれ言うよ、なんか自分で運転すると言わんけど人の車やと酔うって人よくいるよね。まあうちはあれなんだけどね、免許持ってないって言いたかった。国連で演説、それさスピーチ何を例えてるんだろう。なんかあれかなって思うのもある気もするけど、あれかが分かんない。道が汚いとかリアルなのって言うのマジ道汚いの、本当にどうにかしてほしい。なんかすごいよね。でもなんか今日すごかった。なんかやっぱ酔っ払いっていっぱいいるじゃないの。やっぱこの金曜日のこの夜の時間帯ってすごい多いわけやん、帰り道とかってみんな帰ってるわけやん。そしたらすごいやっぱ解放されてる人とかいるじゃん。そのさ一人ベロンベロンで一人まだ意識やってみたいなのの解放してる現場見るの、ああ大変だなって思いながらちょっと面白いなって思っている。明日朝から仕事、あらまあ昨日から二人死ん、そうだよ今日もこっち来なかった、今日もというか昨日も YouTube だったんだろうけど、今日来なかったらもううちはもう大すねまくる予定だったけど来てくれたからラブチだよちょろしんどい。福岡まで新幹線はもうやりたくない、大変だ。いやでも新幹線こそ一番やらない気がする。まあギリギリなら新幹線になるんだろうけど、時間帯も便利もいいし、でも新幹線は2万円も払ってあんなしんどいんだもの。高速バスはまだ1万とかだよ。博多号って、でも博多号はロマンだよ。あれは博多号のプレミアムシートはロマンだと思うから、うちは博多号のプレミアムシートは乗ってみたい結構マジで。でも博多号もなんか普通の席もさ結構ちゃんと3列独立で快適そうじゃん。私が乗ったのはね本当にあの4列シートのやつだったからさ、本当に多分もうね日本で一番しんどい夜行バスだと思った。北海道から飛行機が一番、へえ新幹線なんて、あ北海道は新幹線は行くの、どこまで行くの。常時ドライバー側だから助手席とか乗ると寝ちゃう。あでもね分かる、車というか乗り物って寝ちゃう。基本的にめんどくても自分で運転したい、なんなら遠出でも、すごい。でもうちの友達もねそういう人おったというか、分かる、うちの友達は純粋に運転が好きな子がおって、そうずっとあのね高校の時からなんか女の子の友達ってけど、福岡帰った時もその子が運転してくれていろんなとこ行ったりしたけど、ドライブ好きなんや、運転するの好きって言って、そうどこでも乗せていくよって言ってくれて、マジ本当に優しい、うちの友達優しいって思いながらいろいろ連れてってもらった。道が汚いことに投げて20歳の国連で演説してくる。それさなんかさ元ネタいる、元ネタというか元々題材にしてる人。ラプテンさんこんばんは。眠い時だけ変わってくれる人が、あーなるほどね、酒飲まれないからと、あー確かにそれは向いてる。日曜日の近未来からはポップ衣装でポニテでポップ衣装でポニテポップ衣装ポがいっぱい、プもいっぱい、あプー1個だった。さすがにショールームは細ない、なるほど。土日耐えればアーニャのパフォーマンスも、あありがとう。ちなみに今日は俺は配信ホスト無理ですけど、飛行機ね、すごさんね本当に笑えない、ちなみにでもやったんじゃなかったっけ。つべは眠くなっちゃうから、眠くな、なるほどね。今日はマインクラフトするよ。でもマインクラフト今日はちゃんと計画立ってきた。ゆきやっほー、アバターが変わってる、頑張るよ。飛行機が一番快適、1時間半で、分かる。なんか飛行機は何度快適かって言われたら基本的に格安航空しか使わないからなんか狭ってなるけど、いつもでも言うて時間短いからまあって感じでし、でも快適か、分かんないな。福岡東京を新幹線で行ったことないから分かんないけど、うちは新幹線は結構好き。
博多東京新幹線移動した僕マリノリがいた。今のところ函館まで新幹線来て、でも札幌から函館まで車で飛ばして4時間4時間ってグレタさん、グレタさん元ネタやして架空の設定か、よかった。てかさ、ありがとう、一人で可愛いたい。東京から福岡フェリーはマジで行ったことないな。分かる、1年前大好きにね飛行機寝過ごしてる。ダメだよ寝過ごしたら。でもさ、わかんない、他のライブどれ行くの、そらちゃん。ちょっとまだ見てないかもしれない。福岡までの格安は、飛行機はマジで値段変動がすごいから日によると思う。でも飛行機が基本的に一番安い。基本はね、お盆とか春休みシーズン、夏休みシーズンとか休暇シーズンと、まあ、休暇シーズンとか以外はか、もうめちゃめちゃ直前のなんか連休前とか、まあそれもそうです、ね、でも休暇シーズンでもなんか割と1ヶ月前とかまでなら多分飛行機の方が安いと思う。である程度なんか高い、飛行機が高い日とかになると夜行バスが次に安くなって、でも夜行バスも言うて高いの遠いから。で新幹線が一番高い、2万円固定でかかるからね多分。まあ早割りみたいな、なんだっけ、早得切符みたいなあるんかな、わかんないけどさ。今日はピンクの羊、でもピンクの羊はもう出ないよ本当に。ちゃんと高速を飛ばして4時間、やばっ、速度なんで守ってください。11夕方前後の現場募集してます。それは私に言わないでください。12日、池袋、渋谷、池袋、新宿予定。新宿時間短縮、なるほど。いやー12日ね、間がすごい空いてるんだよね。でも予定なんですが、そこで私服のオンライン楽一楽しようかなって予定です。今のところは天気が悪いかもしれないね。まあ、オンラインは天気悪くてもやれるので、ジュネジアレニーしか行けないから、そこでさ、では楽しもうね。2日間、始発で家出て朝9時には大阪に入れるから飛行機最高、マジフライだけどライト兄弟ありがとうって飛行機発明した兄弟たち。でもわかる、でもなんか飛行機って乗るまでの準備段階が結構大変じゃない、わかんない。なんか私は軽装で飛行機に乗ることがあんまないけん、なんかさ、そういうなんか泊まりがけとかなるとさ、なんかいろいろ持ち物さ、なんか心配になっちゃって、いっぱい持っちゃって、結構いつも荷物が多いお姉さんなんだけど、本当に泊まりとかだから基本的に荷物預けることが多いの。だからそうするとね、格安航空も高くなっちゃうんだよね。だから荷物預けてるって考えると、ワンチャンバスの方が安いかもっても思う。飛行機で福岡意外と、飛行機でしかほとんどないな。レニーから君ら焼き好きな、ほんとそれな、それはね、もううちらもびっくりした、大抵出た瞬間しかもさ、どっちも大抵がさ、ギリギリのライブだったじゃん今回。だからさ、ギリギリに出てみたら出てみたで、ってもう上と下もうなんか、だってさ、一番予想の一番早いと一番遅いよ来たじゃん、最初と取りっていう。さすがに飽きすぎてうちらもねビビった、え飽きすぎじゃねっつって、さすがにビビった。わかんない、天気次第では一回帰って配信するかも、迷ってる。でも一回帰るのもうちさ、家がめっちゃ都心でもないからさ、それもそれで大変なんだよなって思いながら、ちょっとその日次第。遠征ってリュック一つで行けない、やばーやばー、もう絶対キャリー持ってっちゃう。でもね、いやそうなんだよ、キャリーなんか、でもキャリーが、ね、ちょうどいいのがなくて、今のキャリーが絶妙になんか格安航空だとギリ機内手荷物アウトかもみたいなサイズで、
でもそのサイズじゃないと荷物がまとまんないんだけど。え、でもあと 数センチみたいなぐらいなのよねって感じだけど。千葉の家から東京駅まで2500円、東京から大阪まで、意味わからん。じゃあ、うん、ちょっとわかんないけど。でオンライン楽市楽座ってのがあるよ。どうだい、一回帰ると90分かかる片道、大変だ。お母さんから俺がキャリー持ってたことある。いや違うじゃん、ライブに来てるときはさ、ロッカーに預けてるかもしれないじゃんってさすがに思っちゃった。うちまさかそれだけとは思ってないんだが、え？え？ロッカーとかじゃない？え？荷物は毎回無理やりクリア。すごい。いやでもね、いやでもなんか欲しいものが多すぎて、私だドライヤーとか持ってっちゃうもん。大体クレンジングもそのままボトルごと持ってっちゃうし、なんでデートの代わりに実質音楽だって私服の特典だよっつって、毎回ライブ行ってるにも、嘘だ。さすがに少なすぎるぞ。遠征にキャリーって持ってくの？わかんない。みんなは持ってかないのかな。でもさ、必要なものが少ないのかもとは思う。着替えだけとかならいけると思うけど。でもさ、アイロン、アイロン、ドライヤーが欲しい。もうそこでめっちゃでかいのよ、荷物が。で、なんか化粧水とか保湿クリームとか。クレンジングとかもなんかその辺なのでかいのがでかいかも。さすがに石川は3泊、あ確かに。でもさあれなんじゃないかな、わかんない。それこそさ何が増えるかな。あでもカメラあるならあれだね、キャリーじゃね、わかんないけど。特にキャリーダメとかいう視点はなかったと思うし、カメラあるならそれは。なボストンとかは、ボストンバッグ、あんまりボストンバッグって男の人は使わない。そんなことはないよね。あなのかで、ね、そういうこと。ペッパーさんこんばんざい。男の人は着替え金に注意終わり。でもさそれこそさ、泊数は増えてもさ、泊まる日数は増えてもさ、ホテルとかにだいたいコインランドリーとかってないのかな、あるイメージ。私ドライヤー毎回持ってくからダメなんだろうなって思いながらね、どうしてもドライヤーは無理なんだよ、持っていかなきゃなんだよ。このでかさのドライヤー毎回持ってってるのうちは。でもこれ山口の日本満喫ツアーズ12月の時これ持ってったら、持ち丸一緒の部屋だったんですけど、確か持ち丸も同じの持ってきてたんだよね。確か持ち丸これ持ってきた、誰、多分持ち丸誰かとね一緒というか、なんか遠征の時に一緒の持ってってた。でこれ持ってる人結構多い気がする、メンバーで。派手髪の人とか結構持っとる人多い気がする。ねなさんもちょっと前買ってた、ちょっと前でもない半年ぐらい前だと思うけど買ってた気がする。でもうちのは割とちょっともう古いかもしれないって今思った、気づいたらね。ボストンは邪魔だし、まあカバン自体が絶妙になんかそれならゴロゴロした方がいいって思っちゃう気もする。最近思うこと、財布と携帯と充電器が入ることたり、まあ極論そう。でもなんかコンディションが整わないじゃん。始まってない、あツルツルのアバターにしてきて言ってる。同じホテルに5泊した時はコインランドリー、あでもそうだよね、正直服とかはコインランドリーで回せればいいじゃんっても思う。わかんないけど、痛いとか言っちゃうの、ドライヤーぶつけただけなの。このドライヤー見たら2019年製って書いてあるから、ちょっともう古いのか。でも確かにそんぐらいかな、20年かな、分かんないけど。2019年ってさ3年ぐらい前になるの、やば。
日帰り遠征でマジな都道府県だけでやば。12日いいライブあったんだけどさ、何？まあでもね、間空いてるからもう全然それはねあれだなってなる。え、待って、ガチャ50カウントありがとう。ねえ、トム名前変えた？入った後こっちの下ではトムなのにさ。あ、でも変わった。え、最初なんかこっちのやつはトムで来たのにこっちはライラーだ。チック初見ヤッホー。14から16時、もう一現場か。確かに4回しできる構成だよね、最初と最後。そりゃそうだ、だってうちらでも3回し4回しも、いやでもみんなで4回しギリなら多分3回しがギリなんだろうな、うちらが回すとしたら。でもね、タイトル見ててみて思った、あらまあって、もう本当にちょっとその部屋遊びに行ってきますみたいな格好で東京来たん、やば。あとの配信はこっちかな。それはそう、ライラ、いや久々だった、ありえないんだけど。何？フルに立てるヤッホー。日帰り遠征は得意技で滞在時間に大変だ。まあ、じゃあ勝てなくて、じゃあ頑張って。相手の当たり牌止めるのがね。いや、わかる。なんかさ、うわー、これ出したら死に、あー、なんか落ちたんだが。ごめんなさい。うわー、これ出したら死にそうみたいなさ、やつでもさ、なんかでもどうしてもこれ捨てたいってなると、じゃあ捨てちゃう。我慢できない、それが。よくない。でもね、今日、なんか、街中が楽しそうすぎてふとね雀荘行ってみたいってなった。でもね、当たり前にさ一人でそういうとこ行く、あの勇気はないわけじゃん。もう一応やってる雀荘行ってみたいって、なんかハマるかハマんないかって言ったら多分陰キャだから全然家でいいんだけど、ゲームでいいんだけど、ゲーマーだしね。なんか経験として一回リアルな牌を打ってみたいって思う。これ基本3回しか4回し、いや、ソラちゃんはマジで詰め込んでる。物販しないで5回、5回し。これやば。147258369のラインは、安パイな確率が高くて短期とかで当たったらそれは事故。どういうこと？それでドラ捨てて振り込んでくれたのありがとう。やばい、ジャンタマやろうよ。ジャンタマはまだしないかな、参加型もうちょっとだな。じゃあそう、ゆまちゃんとあべこさん誘って、え、するん？服部さんなん、あべこさんはマジわからん、服部さんもわかんないな。服部さんとかしなそう、いもあべこさんも死ぬとわかんない。降りるって選択するの難しい。詰め込まないと遠征の意味よね。観光しに来てるわけじゃないから、ライブ回すために来てるからこっちはっつって。え、そらちゃんはさ、東京観光はさどっかしたことある？したことはあるっすか、さすがに。やちさんこんばんは、やっほー。そういや、あ、そうじゃん、今週末って言ってた。一足先にね。やはり石川遠征もおるよね。ちょっとあんまり他の人のあれは覚えきれてないんですけど、数字が3個並べるのが多いので1がセーフなら、ちょっとね難しい、それ本当に全然難しい。1で通ったってことは4が通りやすくてみたいなラインってこと。147って両面待ち3面待ちになる牌だから、相手がここ捨ててれば、1捨ててたら、あ、そうか、23持ってたとしたら4と1待ちだから、1で通ったなら
まあ4も通るでしょうってことが、1で通ったってことは2、3で待ってないからだいたいやめ待ちだとして、3、4とかだったら4は別にいらないしってことか。ああね、納得した。でそれ1捨てて次4捨てて、大穴で3、5とか持っとって真ん中とかだったら、もうそれはもう待ち方がキモいってことだよね。遠征で観光は1回だけ東京駅の皇居の方に歩いてみると、夜までライブなるほどね。東京駅といえばなんですけど、私東京駅それこそ一番街とか結構好きなので行ったことは何回もあるのよ。でもうち未だに上京してからもう2年経ったんやけど、東京駅のいい外観の方の外に出たことなくて。何いい外観、東京駅っていうさレンガの外観、あれの外に出たことがない、あれを正面から見たことがない。で観光っていうか東京駅あれ理解合ってる、天才だ。会場前も神奈川も兼六園全部迷うと、当日いるのか分かりません。なんでそれはいてくれだから短期はもう事故。なるほどね、カンちゃん当たりにくいから引っ掛けとか、なるほど。スーアンコウ短期はもうそれはそうだよ。だってスーアンコウ短期なんてどこ待ってるかもう何も分かんないじゃん、もう本当に事故じゃん。メイさんに明日は他の女干して渋谷行くって言ったら、言ってることクズなのになんかかっこいい方、でもうちらからしたらかっこいいよそれは待っているよ。マジ絶対来た方がいいけんね、本当に。一番街歌舞伎、いやなんか東京駅一番街みたいな、東京駅八重洲口、八重洲口がどっちだっけ、丸の内口がレンガ造りだとしたら、うちも八重洲口しか行ったことない気がする。でも多分八重洲口な気がするな。八重洲口は出たことあるの。長屋を後半までの残してしまい捨てるタイミング逃す。いやそれはねマジでね気をつける、ね、割と自敗とかなんか結構すぐ捨てるかも。もう無理だと思ったら諦めちゃう。丸、あそうだそう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 、多分そう。少しは真面目気をしたらすごい前よりすごい。なお、あ1時だ、なお出なかったけど、青が来た方がいいって言わなかった、正直言ってない。でもマジで記事絶対後悔しないからね。近未来だしね、近未来だし、近未来だよね、そう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 、絶対。この間生放送のプロマイは国士無償、やば、もう国士無償って言ってた、間違えた。レンガが丸の内か、じゃあ丸の内出たことない。でも JR のね地下丸の内が改札口の前に茅野屋のあれなんだよ、出汁売ってるんだよね、それそこは行ったことある。近未来はそうだよ、近未来は楽しいぞっていうことが起きるから楽しみにしててね。明日、明日は声出し日和、自信が満ちた声出しは数年ぶり楽しもうね全員上がり要素を残すためにも役に大事に残して、いやそこの判断マジむずいよね。それほぼ毎回仕事、そりゃそう、マリノリはそりゃそう、もう熟知してるよ絶対。自敗は即捨てしかしない。まあでも3マか4マかにもよる気がする。私が作る、でもそうかもしれないね近未来電波悪い、それはそう。でもなんか今日ちょっと電波良かったよ。あちゃんや声出しやってきてるから今でもいかれるこっち、ああ確かに楽しもうね。でもどん、あでもい明日は声出し人いるかもしれない、あれの声聞こえないはい慣れた慣れた、やばんといてねということで今のは確定です。
ということで、ちょっと1時過ぎたのでね、ショールームの配信この辺で終わりにして、この後 YouTube でマイクラの配信しようかなと思います。今日は偉いのでマイクラでやりたいことをまとめてきた、まとめてきたというか、これから先にしようかなって思ったので、途中でなんか、あ、これやっぱこっちしたいって思ったらちょっと変えるかもつって、あれっつってね言いながら、この後は YouTube でマイクラフト配信するので、よかったら遊びに来てください。マイクラなのでね、マイクラってなんだろうの人も多分雑談できると思うので、ぜひ遊びに来てください。ということで、以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。明日は渋谷と新宿、渋谷近未来会館からの新宿えブレイズで2本ライブがあります。備え組ということで、もうたくさんどころじゃないぐらいバーって出演しますので、楽しみだねということで、遊びに来てくれる方お待ちしてます。ということで、ショールーム配信終わります。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。